杏仁として使用されるのは、トシの部分である杏仁は、杏図の種子の中にあるトシを取り出したもの。長さは1.1から1.5ミ、mm、リメートルで、形状は扁平の先の尖った卵の円形である。基部は左右対称ではない。古くからバラ科植物のトシは、生薬や食用に利用され、杏仁のほか、豆仁、梅トシ、アーモンドなどがある。安仁には、 苦味の強い苦暗人と甘みのある天暗人があり、前者は薬用に、後者は暗人豆腐、アマレットなどの材料として用いられている。ここでは、小薬としての暗人について説明する。暗人は、三国時代頃に編纂された、最も古い漢方薬書きである、召喚論にあり、魔王湯、大清流湯などの重要な処方に廃材されている、大切な薬味である。 古くから毒のある薬味とされており、処方する際は分量を慎重に決めるものとされていた。現在では分解されると生産を発生するアミグダリンが含まれていることが分かっている。漢方では鎮害剤として多く用いられている。なお、バラ科植物の等種の区別はアーモンドなどを除き極めて難解である。本草便宜には当人は見分けやすいが、 安人と梅人氏はよく似ているため、安人と梅人氏が混じって売られていることがあると記されている。現実の小薬市場では、本草便宜で見分けやすいとされている当人にも、安人が混入している場合がある。漢方薬の薬味として使うときは、教人、歌詞などに使うときは、安人と発音。なお、安人という読み方は、元は軟禁、南京。 上海周辺の方言であり、日本で明治時代以後中国料理が盛んになったことにより広まった。ありがとうございます。